天気ですね。遊びにでも。おはようございます、館長。もうすぐ M 院社だけど、潜入準備はできてるの？もちろんできてるよ。で、あれ？なんで今回はテレサの式なの？姫子おばさんは？誰がおばさんだって？これで2回目よね。次行ったら許さないわよ。とにかく、M 院社は非常に危険だから、私が一緒に潜入するわ。あなた一人じゃ。自分がどう死んだのかすらわからないでしょうしね。私も参加するよ。3人揃ってこそのバルキリー招待だからね。微笑みで十分よ。ありがとうって言えないのかしら。素直じゃないんだから。おしゃべりはそのあたりまでよ。任務開始前に現在の状況を説明する。情報部門が確認したところ、ネゲントロピーにさらわれたネイ、ブローニ、ウェンディの3人は現在 ME 社の本社ビルに閉じ込められている。残念なことに天命は今ネゲントロピーに宣戦布告する用意ができている。だからって特待さず我慢するわけない。まずはビルに潜入すること。バルキリー3人の救出はその次。まあチャンスがあれば悪ふざけもしていいからね。了解。最後の一言はシスターが言うことじゃないですよ。そんな小さいことは気にしない。私と少佐が参戦するとはいえ、 ME 社の本社ビルは警備が厳重だから準備をする必要があるね。まずはビルの周辺を探索して潜入方法を見つけ、内部構造を探索しよう。ロクト&ローデット爆発。ウッハン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 。ショータイムが始まりだ。セイフ一撃必殺。装備か。えい、知らなかったけど。え？ほんと？ああ、ごまかせないか。うん、前にムーンライトスローに行った時、ブローニャちゃんは確かに操られてた。それでブローニャをかばうために報告しなかったのね。友達のために嘘をつくなんて
本当にかすらなきゃカフィーね。あなたの間抜けなお父さんはちょっと思い出した。あいつはよく言ってたよ。傷ついた人を見かけたらかすらなきゃの血が騒ぐ。そしてすぐ熱くなる。確かにパパの口癖だ。やっぱりネゲントロピーの連中が悪い。ブロニャちゃんにこんな改造をするなんて。だから弁明は正義だって言うの。弁明だってワルキリーの体を改造して崩壊と戦えるようにしてるけど、代償として身体組織を崩壊エネルギーに侵食されているわけでしょ。身体能力の低いヴァルキリーはとても若いうちに死んじゃう。それは前に聞いた。正義の裏側はもう一つの正義というのはよくあるけど、ネゲントロピーの連中にも自分たちの目的があるんでしょ。自らの目的のために努力するのが一つの正義。その中で最も輝かしいのはかすらなきゃ。他人を守るために自分を顧みないという正義。それだけは忘れない。ここで少し寝てもいい？何か収穫はあった？いえ、まだです。 ME 社のビルは本当に鉄壁ですね。全ての通路に強力な守備部隊が配置されています。つまりそう簡単には潜入できないってことね。そうだ、学園長、一つ質問があるんだけど、前にニュースで ME 社の CEO はライデン・リョーマだと聞いたことがあるんだけど、あれはメイ先輩のパパでしょ？どうしてネゲントロピーはメイ先輩を父親の会社に閉じ込めているのかしら。ああ、確かにそうね。それにしてもまさかキアナもニュースを見るとは。ニュースは全て本当とは限らないよ。ちょっと待って、この話題ってデリケートなもの？まあ秘密事項ではあるけど、全く話せないってレベルじゃない。その件については調査が済んでいるわ。表面上ライデン・リョーマは経済事件を起こして投獄されたことになっているけど、ライデン・リョーマが ME 社を率いていた頃、天命とネゲントロピーは割と平和な関係を保っていた。その後カカリアが彼から主導権を奪い取ったのよ。しかしカカリアは過激で急進主義者だから、何度も私たちと摩擦を起こしたってわけ。今回の事件もカカリアが計画したものでしょ。カカリア、その名前どこかで聞いたような。ロック&ローネット、ウッカー。メイメイ様が協力しないと勝てない。これ以上進ませる私の番ね。ドローニャ、ファイヤー。はい、分かった分かった。オイド、エクスプロージョン。ヤッホー、ヒアナミツァ、ヘッドチャーン、ショータイムを始めた。ってことはテレサは私のおばあちゃんみたいなものね。
違う、まだ若くて可愛らしい少女だから。でもさっきパパと一緒に戦ってたって言ってたでしょ。ってことは実年齢は若くないってことだね。なんでそういう時ばっかり頭が働くのよ。ME 社の周辺でだいぶ時間を無駄にしてしまいました。このままではネゲントロピー部隊に見つかってしまいそうですから、まずは一時撤退しましょう。ダメ、このまま帰ってたまるか。帰らないから。私一人になったってメイ先輩を助けに行くんだから。リアナちゃん、熱くなりすぎると何事もうまくいかないよ。そうです、落ち着いてください。ME 社の警備は非常に厳重ですが、ブローニャがご案内します。よかった、どうやって潜り込もうか頭を抱えてたの。待って、信じられないわ。以前この子が操られていたからメイがさらわれたのよ。しかもなぜこのタイミングで迎えに来たの。姫子少佐、ブローニャを信じてください。ブローニャはただメイ姉様を救いたいだけです。姫子、話し方からしてブローニャちゃんは操られてないみたい。それにブローニャちゃんは私たちよりメイ先輩を救いたがってるはずだよ。本当にしょうがないわね。どの道みんな決死の覚悟はあるんだから博打だと思っていこう。ではまずビルの C7 ゲートに急いでください。ファイヤー装備開始完了。心配なの。確かに罠の可能性が高いわ。罠だとしても心配ご無用、あたくしがいるからね。罠だと判明したらすぐ壁を破って逃げ出せばいいのよ。今日のテレサ、ずいぶんエキサイトしてるね。自分で任務を遂行するのがかなり久しぶりだからじゃないかしら。そういえばテレサもバルキリーだったんだね。そうよ、現役時代の彼女はそそっかしいところもあったけれど、
実力はとてもあったの。 S 級バルキリーになる話もあったんだけれど、その原因は峰子少佐、おしゃべりはそれくらいにして。要は私がすごいってことをティアナが知ってくれればいいんだよ。ちょっと不安かも。本気で私に勝てると思ってるの？ティアナのターン！完了。ヤッホー、すごいロボットね。天命もこんな武器が開発できたら、バルキリーが戦場に立つ必要がなくなるんじゃないかしら。残念ながら不可能ね。天命も無人操縦の崩壊エネルギー兵器を開発しようとしたことはあるけど、全て失敗に終わった。なぜ無人兵器の崩壊エネルギー利用率はわずか 20%。 そして崩壊エネルギーが不安定なため、兵器の物理構造が壊れ、兵器は1回か2回の使用で捨てることになる。とても経済的とは言えないね。天命の長い研究の中で、崩壊エネルギーの容器コンバーターとしてバルキリーの体が最適だということが分かったのよ。崩壊エネルギーはバルキリーの体内でのみ安定した状態で保存できる。しかしその代償として、媒体にされた人の体は崩壊エネルギーの侵食を受け続けることになり、寿命も縮み、若いうちに死んでしまうのよ。え？そんなこと知らなかったよ。まさかネゲントロピーのやり方の方が正しいの？ネゲントロピーの崩壊エネルギー利用率はずっと天命より低くて、大量の資源を投入しても利用率は 20% しかない。でも人間を媒体として大幅に使おうとはしていない。ネゲントロピーを創設した年寄りは天命より人情味のある人だったからかもね。まったく残念なことに。任せ。ブロニャ、 C7 ゲートに着いたわ。パスワード XCVF 権限認証、ドアオープン。開いた。やった。ビルに入ってからはもっと注意しないと。ブローニャはあなたたちにビルの地図を送ります。メイネー様は3階の実験室の中です。ブローニャはその実験室のドアを開けますので、早く向かってください。現在研究員がメイネー様を解剖し。そんなことさせない。安心して、全力で実験室に向かうよ。メイ先輩、助けに来たよ。本気で私に勝てる。メイ様が言っていました。協力しないと勝てない。チャチャチャセイセイセイヤッホー。
このボロボロなやつ。パスワード GHDBB 権限認証ドアオープン。実験室への通路が開いたわね。待って、気のせい。入ってきた通路が閉じられた。まさか罠。タイロが。キアナはいつもバカだって聞いてるけど、肝心な時は賢いじゃない。この声はブローニャちゃんを操ってる人。なるほどね、あなたがカカリアさん。その通り、私がカカリアよ。そちらはテレサ・アポカリプス。おやおや、まさかの大物がお出ましなのね。優秀な戦士だったと聞いていたけれど、軽率にもこんな罠にはまるとは名ばかりのようね。チッ、陰険な狐だと聞いていたが、確かにそのようね。しかしここまで豪華な餌を用意されては、食いつかないのも失礼でしょ。罠にかかったのは確かにいい気はしないけど、ことは簡単になったわ。実験室に入り名誉を救えば、あとは脱出の道を作るだけ。ME 社ごと破壊してあげるわ。まだそんな大口を叩けるのね。大口かどうかはすぐにわかるわ。じゃあ実験室でおもてなしするわ。来る途中で命を落としてがっかりさせないことね。うん、正体始まりだ。しないと勝てないと。ファイヤー、ファイヤー、ファイヤー。目標発見。ステップ、ステップ、ステップ、ゲット、ステップ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 、ヤッホー。はい、私の出番奪わないでよね。Ha!
目標欲しい。ヤッホー、はい、うわっ、たぶー、はっ、舐めるなよ、はっ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 、ネコちゃんは、はっ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 、わかった、わかった。の価値を全く分かっていない。奴らの自然を操る力の源さえ解明すれば、人類の科学技術も飛躍的に進歩することになる。ブローニャ、奴らを仕留めなさい。ブローニャちゃん、操られるな。目を覚まして。幼い頃に両親を亡くしたブローニャにとっては、カカリアはお母様そのものです。でもブローニャは優しくしてくれたメイ姉様を傷つけたくない。だからブローニャはもう戦わない。キアナ、今のうちにメイ姉様を連れて脱出してください。ブローニャはすでに自分のバイオチップを破壊しましたから。ふざけないで。バイオチップはあなたの脳内に直接埋め込んであるのよ。そんなことをしたらまさか死ぬつもり？ブローニャは自分の命よりもメイ姉様の方が大切です。メイ姉様を傷つける命令にはもう従いません。さようなら、メイ姉様。キアナ、メイ姉様を頼みます。先進科学でも人の心を勝手に操ることはできないのかな。ブローニャの脳はダメージを受けているけど、まだ絶望するには早いわ。セイフレイヤ学園に連れ帰ってすぐ手術を受けさせれば回復の望みはあるはず。そう簡単に出られると思ってるの？まあいいわ、どうせ第四律者がまだいるから実験を早めることにしよう。ちょっと、ウェディに何するつもりなのよ。ほっけ、私に勝てると思って。ターン、キアナのターン、はっ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 、せっ、一撃必殺、せっ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 。今回は何が手に入るか楽しみね。はっ、絶対メイさんに近づけさせないんだから。ダメ
目標欲しい。無双モード全開。ハイボイドエクスプロージョン。ローニャお姉ちゃんとお話しさせてください。ウェンディ、なんで通信にアクセスできるの？どこ？今助けるから。分かったんです。残念だけどブローニャは怪我していて通信ができないの。何か話したいことがあるなら代わりに伝えるよ。ニュージーランドでブローニャお姉ちゃんが私を攻撃してきたのは操られてたからです。私はもうその真相を知ったと伝えてください。私恨みませんから。もう会える。ロック&ローでしょ。ハッ！ネコちゃん！ハッ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 ボイドエクスプロージョン。やっほー！それじゃ最後に改めてこれまでのご指導ありがとうございました。絶対メイクに近づけないんだから。セッ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 。女の子にこんなことしてだからモテないのよ。私の出番奪わないでね。必殺！
に残された時間はありません。最後にお話ししておきたいことがあるんです。よく覚えておいてください。何日か前、テザイアジェム内部の崩壊エネルギーの力で歩く力が回復しました。その崩壊エネルギーの力でブローニャお姉ちゃんを回復させられたら、もしデザイアジェムを手に入れる機会があったら、どうか。ウェンディ、ウェンディ、通信が切れちゃった。何も、私の力が見たいのか。まかっ、はーい、さっきのプレゼントは喜んでもらえた？プレゼントって、まさかウェンディちゃんとの通信？正解。私の大いなる慈悲に感謝すべきじゃないかしら。ウェンディの遺言を最も愛するブローニャちゃんに伝えられて。遺言？あら、言わなかった？もう第四律者は殺したの。何？なんてこと。もう体内から崩壊エネルギー結晶は取り出したわ。そのデザイアジェムね。取り出したって使えないでしょ。それは天命の技術力が足りないだけよ。私たちはとっくにデザイアジェムを機械に使う技術を開発したわ。でもこんなに楽に手に入ったなんて、本当あんたたち天命のおかげだわ。狂ってる。エネルギーのために罪のない人間を殺したなんて。あら、天命に復讐するのが彼女の願いだったのよ。代わりに実現してあげただけ。それだけじゃなく、最後は最愛のブローニャちゃんともお話しさせてあげて。まあ残念ながらその言葉ももう届かないようだけど。デタラメ言わないで。キアナちゃん気をつけて。こんな大きなロボットが動かせるなんて信じられないわ。じゃあね、私の新しい作品にせいぜい遊んでもらって。そうそう、この子の名前は MSR7 デウス。たっぷり実験データのサンプリングさせてちょうだいね。じゃあよろしく。Thank you.
戦の末、ネゲントロピーの重装戦術機構デウスを撃破したキアナたちは ME 社本部からの脱出に成功した。メイを取り戻すことはできたが、ウェンディは帰らぬ人となり、ブローニャも昏睡状態に陥っている。聖フレイヤ学園の技術をもってしても彼女を助けることはできなかった。ブローニャを救いたいテレサは聖フレイヤ学園の中央教会へ向かうことにした。その地下には天命組織最高のバイオ技術が眠っている。それは学園長ですら知らない機密事項であった。
館長、そろそろ休みま。あたくしが出なきゃいけないほどの敵？テリテリますますかわいい。ゼーレもみんなと一緒に戦いたいです。ゼーレ、強くなりましたか？またいいものを手に入れましたね。新装備。お心づけありがとうございます。
私のための新装備じゃないのなら。私のことが大好きなんでしょう。知ってるわ。
れはフォア？へえ。もっと力があればもっと多くの人々を守れる。ワンスイート！人類よ、私に祈るがいい。
神のご意志なのか。館長の期待を裏切ったりはしない。私に会いたくなった？このエリシア、いつでも期待に応えるわ。あれ、休憩時間終わり？ピンチ一日は美しい出会いから始まるのよ。私の力が見たいのか。館長の期待を裏切ったりはしないよ。私に会いたくなった？このエリシア、いつでも期待に応えるわ。いいお天気ね。私の気分みたいに晴れてる。
時間があったら相手して。